うわ、うまそう。うまっ。あ、カニになった。カニになってもでんやん。うまい。うまい。おいしそう。あ、ペンの時からでいいか。違うか。ウニだっけ。ウニですね。うーん、いただきます。いくら。せーの、男気じゃんけん。はい、こんでしょ。はい、こんでしょ。さあ、ここからどうするんでしたっけ。ここからご飯ですよ、ご飯。お腹すいた。お腹すいたよな。お腹すいた。海鮮食べたいのな。あり、ね、じゃあ、行きますか、その一番、うん、行こう。じゃあ、行きます。はい、お願いします。シェキパーティー。じゃあ入ろう。こういうの、こういうの、そう、こういうの。うわ、いいね。最高。最高やろ。夕張メロンもある。マジで。箱買いしようぜ。じゃあ中央卸売り、卸売り場来ました。来ました。なんか入り口とかってあるのかな。とりあえず行ってみな。行きますか。じゃあ、じゃあ、じゃあ、すごいカニや。イエー、立派。ご立派で。ティガニ。あ、ティガニ。お前や。これ出た方がいいかな。今日みんな見ててこの時間。ちょっと YouTube ってのあってても大丈夫なんですかね。大丈夫だよ。あ、大丈夫やって。ありがとうございます。大きいです。いや、気に入ってないや。気に入ってなかったや。大丈夫。あ、そうそうそう。ありがとうございます。なんなら広めといてください。大きいです。ミネイクラ食べれるって。いくら食べていいの。いくら食べれるって。いくら食べれるの。こちらのお店のいくらはどんな感じですか。粒が大きいの。うわ、うん、食べたい。はい、どうぞ。ありがとうございます。すいません。冷た。いただきます。はい、いただきます。こちらです。いただきます。いただきます。いいですか。ありがとうございます。うわ、すごい。うまっ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 。めっちゃうまい。うまっ。うまっ。うまっ。すげえ。いただきます。はい、いただきます。食べますか。あ、うま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 う。岩塩ですよ、それ。岩塩ですよ。はい、岩塩とか最近、ちょっと最近料理するようになったんで、興味あるんですよね。料理してんの最近。何作るの。海鮮パスタとか。海鮮。海鮮パスタ。うん、いや、岩塩とかも作る。おぉ、なんか中平が。じゃあもう、こっち、こっち買っちゃえば、こっち。ガチ岩塩。切り身や。めちゃくちゃ。岩塩と手紙の身が入ってますね。チャーハンとかパスタとか。うわぁ、絶対合うわ。いただきます。岩塩。うまっ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 。はい、これが紅鮭のラーメンです。紅鮭。はい。あ、ティッシュ使ってください。全部うまい。昨日と突然、モニバーファンの方がいらっしゃいました。あ、そうなんですか。はい。みんなカバン、カバン持って。やったー。すごい。すごい。ちょっと味見したいのないですか。あ、じゃあ。はい。ウニ。いいか、いいですか。はい。うまっ。試食、試食、マジみたいになってる。あ、うわ、濃厚。うまっ。二人市場ロケしてるっすよね。うまっ。ご飯のお供だと岩のりくらいです。いいですか。はい、はい、どうぞ。岩のりくらい。うわ、絶対、うわ、うわ、海感じる。濃厚や。しかもこれ良くない。車帰り。え、あ、良さそう。買ってよ。たくさん食べさせていただいたので、これちょうどいいんじゃない？買って言ってたのに、かわいそうになってきた。はい。よいしょ。どう、美味しかった。めっちゃ美味しい。ほんまに美味しい。全部ほとんど食いました。
ほんとメロンちゃん。メロンだ。食べる？え、いいですか？メロン、うまそう。そこは全部切り込んだ。いただきます。ありがとうございます。うまい。うまい。秋のメロンだから硬いけど食べる？いいよ。すいません、ありがとうございます。甘っ。試食しかしてへんねんけど。いただきます。硬く感じると思うけど、まだまだ美味しくなるよっていう余力を残した味なんで。でも甘い。めっちゃメロンが一番人気ですか？メロンの、北海道メロンが一番人気ですか？カニグラタンコロッケとかもうまそうです。じゃあそっち、俺北海道メロンください。あ、じゃあ僕グラタンコロッケください。すいません。もうね、こういう時すごく頼りになります。やっぱりいつでもどこでもさらっと出してもらいます。いただきます。いただきます。じゃあそちら夕張メロン。口に入れた瞬間、もうメロンが弾ける弾ける。メロンが野球してる。あ、メロンが野球してる。うわ、それはメロンが11におる。じゃあ私はカニグラタンコロッケいただきます。いっちゃってください。絶対うまいやん。もう、あ、間違いない。食べる前からうまいの確定してます。うわ、どう？もう腹立つよ。もう熱いやな、熱いな。カニとグラタンがカーリングしちゃってて。うわ、カーリングしちゃってる。どうどうどう、なんて、ま、真ん中入った？真ん中、今入った。入った。今入った。真ん中入りました。ここのカニグラタン真ん中入りました。真ん中入りました。一番美味しい。え、何すかそれ。タラバガン。でっかっ。これも代表しても、いただきますもん、僕が。爪でかじゃんけんで食べます。そうだ、そうだね。じゃあグーじゃんけん。はい。え、あ、カニ出したのに。うまいやん。大丈夫。はい、グーしよ。あー、カニで勝ってるよ。カニで勝ってるよ。カニパワー。どう？もも食べれるんすか？え、全部？かぶりつけ。いただきます。うわ、うまそう。うまっ。かわいい。よーせよ。かわいい。うまっ。あ、カニだった。カニなんて持てるやん。カニだった。カニだった。カニどっか行っちゃった。ちょっと助けに行ってあげてください。水槽に入れとく。水槽にも水槽あるよ。水槽に入れといて。いや、美味しい。実際美味しい。美味しい。ありがとうございます。これ何、何ガニなの？これあの、ポンタラバガニです。ポンタラバ。いっちゃってる。でかっ。うわ、でかっ。でかっ。今から僕らちょっとね、あの、海鮮料理、なんか丼とか食べたいなと思うんですけど、結構この辺って食べれるとこあるんですか？この辺、うん、2階だとか、中入ったのこの小さいお店とかで選んでもらうと美味しいとこはいっぱいあります。2階とかもあんねや。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。お邪魔し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 ました。幸せや。幸せや。あー、いいなぁ。めっちゃお寿司屋さん。お寿司屋さんみたいな配線がある。うわぁ、迷うなぁ。どうしよう、かいな。どう、うまそうやな。ウニクラ丼。どこまで来たら、どう食べたい。どう食べたい。ネギチェン。ちょっと聞いてみます。今からアポを取っていきたいと思います。頑張れ。失礼しまーす。ありがとうございました。申します。ありがとうございました。どうも。今 YouTube のロケをしておりまして、こちらのお店であの撮影もさせていただき、ご飯を食べさせていただくことってできるんですかね？やったー。イエーイ。やったー。あ、もういけた。いや、じゃあ。聞こえてるんだよ。聞こえてる。見えとんねん。ガラス張りでやることじゃないから。一応今アポを、はい、取ってきました。どうでした？やったー。よギリ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 、いやギリギリやった。にしてギリ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 やった。ギリでした。ギリギリやった。メニューです。メニュー見ます。くわー、これは選べる。海鮮丼2食、3食、4食、5食。いい、ちょっと喋った。カニいた。カニガチャ。あ、じゃあ僕からいきます。はい、ウニ、イクラ丼にサーモンって追加できますか？できます。3食にするか、ウニ、イクラ6にプラスアルファのサーモンが。あ、じゃあそっちでプラスアルファのサーモンで。はい、それ2つ。それ3つで。
お願いします。はい、これ肉ね。はい、はい、次どこ行く？なんかさ、今から行くとこ決めといた方がいいと思う。確かに。お腹いっぱいなりました。さて何する？そう、もう動く。ラーメン食べに行く。はい、食べた後もう一回食べるのか。まあ動く言うた。動くってか見るのもいいし動くのもいいし、なんかちょっと散歩があったらできるような。北海道といえば牛。牛、牧場。牧場、いいね。羊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 。入りました羊。はい、羊入りました。この辺羊。羊出る場所はおる？野生で見つけて。野生の羊。この辺よく羊出るんですよ。なかなかおらんのちゃう羊。羊って言ったら出てきました。何どこ？羊牧場。羊牧場。こっから25分。おお、まあ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 。なんかちょっと見たいよね、動物。うん、動物と触れ合うのいいちゃう。ありがとうございました。その牧場目指しますか？じゃあ行く。そう、なんか見ようよ。結構25分。そう、こっから25分で、行き道にラーメンやったら寄りましょう。ラーメン行こう。ラーメンで、ここ牛乳飲みたい。牛乳飲みたい。牧場のアイスクリームとか絶対うまい。ソフトクリームとか。さっき言ったらいいじゃん。こう わーお。うわー、すげー。うわー、すげー。倍の量サービスしてありますから。見てくださいこれ。この量はすごい。どんでん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 どんどん。カニバコン、イエーイ。じゃあ食べましょう。はい、じゃあ皆さんいただきます。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 身ぎっしりや。いただきます。うまっ。甘いな。おー、うわ食べてない。うまっ。食べてない。食べてない。食べてくれ。食べてない。これはね、いや、もう食べて。カニの部分。おそんなしょうもないことはさておき、配信の部分は出発ですね。うわー、最高やな。それ食べたらうまそうに食べる。はい、おばちゃんおすすめ。よっしゃー。うわ、ホッケー来たー。じゃあ、ホッケー。そっち。うわ、すーごい。うわ、でかでかでか。見てください。これ違います。すごいね。おいしそう。あっ、手からでいくか。違うか。ウニだっけ。ウニですね。あっ、うまい。ここだと思うよ。ありがとうございます。うまっ。あ、ありがとうございます。ごめんなさい。三色丼ぶりです。はい、イカに、カニに、甘エビ。来ました。海鮮丼、ウニ、イクラ、サーモン、ボタンエビ、甘エビです。あ、すみません。イエイ。僕が頼んだのはこのオレンジ色の輝く宝石イクラ、そして頭がもう見えているボタンエビ、その横にはこの黄金のウニ、僕が頼んだのはそして中白このイカ、イカ、イカ、イクラ、サーモン、甘エビです。はい、いただきます。あ、来ました。ありがとうございます。僕はイクラ、ボタンエビ、ウニ、ホタテ、そしてケントは。僕はサーモン、イクラ、ウニです。三色。三色です。ダイオ君はこれ一緒ですね、僕も、はい、サーモン、ウニ、ウニ、イクラ、からのからのからのダイオ4色丼や。うまい、これ。内の付き4色丼。はい、うまっ。これ、これ。あ、ごめんなさい。俺らの？あれ？あれ？うまっ。うん。いただきます。いくら。うん。おいしい。うわー、うまっ。プチプチやな。ポッキー。贅沢すぎ。うん、めっちゃうまい。幸せや。どうですか。うまっ。うわ、これいくら。うん、いただきます。
イクラ。うん、おいしい。うわうまっ。プチやな。オッケー。サーモン、イクラ。いただきます。うまっ。北海道食べちゃった。うますぎる。幸せや。どうですか。いやもうね、北海道食べちゃったって思います。おい、北海道食べちゃったなんて。俺のコメントや。うん、おい。フードファイターいる。大橋さんどうです。めっちゃうまい。ウニの濃厚感とやっぱサーモンのその塩加減もいくらとプチカルも。いやどれ。どれ発表したいと思います。美味しかったからな、これ結構頼んだしな。せーの、44,000円。おお、すごいね。安い。いっぱい。すごい。7人でって考えて、これだけ食べて。うん、すごいっすー。でも今さ、お母さん大橋に渡してる。じゃあ目あったからね。ありがとうございます。一応リーダーやしね。これは平和に割り勘って言ってもありますよ。確かに。じゃあ割り勘したい人。いや俺は割り勘がいい。こういうのは平和が一枚と思う。やっぱお金のもんでってことでしょ。まあ手持ちが俺今のところあ、AP もあります。あ、そうか。じゃあ皆さん男気で、はい、せーの、男気じゃんけんじゃんけん、おい、あいこでしょ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 。おーやったー、嬉しい。会いたかったな。めっちゃニヤニヤしちゃった。めっちゃニヤニヤしちゃった。せーの、男じゃんけんじゃんけん、はい。なんか最優勝に申し訳ないな。払いたかった。払いたかった。でも最年長に払ってもらう、申し訳ないな。こんな綺麗に1回で決まっちゃうよ。さすがやな。テレフォンいけるか。誰に払ってもらうの逆に。わかりました。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうな。すいません。40円。そうですね。まあ、間違いない。ありがとうございます。西に畑でお願いします。頑張れ。領収書だけ富士に原でお願いします。いえいえ、そのまんまや。あれこれバラキンが…世界で僕、アンパンマン。下手くそや。すげえ、目連なってる。すげえ。来た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 。早い。待て待て。